はようございます。14日から降り続けている雪も今日で4日目になります。今日は7時前ぐらいに玄関の除雪をしていた時はまだ晴れていたんですけど、もう雪が降り始めました。雪が降った日はドラレコをしようかなと思ったんですけど、今日で4日連続の雪ということで、今日も一応撮っていきたいと思いますが、今日はいつもの道とはまた違う道を走ってみたいと思って、国道117号線の道を今走って、走っています。前回から3日間同じ道だったので、今日は趣向を変えて国道117号線を通って、行きたいと思います。ここはやっぱり車通りが多いだけあって、道路の雪はほとんどないので、ここら辺はスイスイと進むことができます。今日朝ニュースで見たんですけど、関越道が雪で車が立ち往生してるっていう話を、ニュースで見たので、やはり雪の影響っていうのはものすごくでかいなというか、雪の恐ろしさがよくわかるニュースだったなと思います。全国放送のニュースだとだいぶこっちの大雪で、生活が支障が出てるような感じでたまに報道される時もありますけど、意外とこっちは至って、日常的な暮らしをしている感じなので、多分皆さんが思っているよりかはそんなに大変な感じではないのかなと個人的には思います。一回なんか記録的な大雪っていうので十日町が報道されてたみたいで、親からも大丈夫か生きてるかみたいな連絡が神奈川の方から来たんですけど、こっちはなんていうか至って日常だったので全然もう問題ないし生きてるよっつって連絡したのを覚えてます。確かに神奈川にいた時はほんのちょっとの雪でも交通麻痺というか、もうどこもかしこもがもう、電車であれストップしたりとか、車もそれこそタイヤもね、スタッドレスタイヤとか履いてるわけじゃないのでスリップしたりとか、やっぱり普段雪がないような場所で雪が降るっていうのは本当にこういろんな影響が出ると思いますけど、やっぱり雪国だけあってこう歴史の中でこうなんていうか、もうどんどんこう雪に対するこう対策というか進化が発展していったおかげで、こうやって平穏に暮らせるというか、大変は大変ですけど、平穏に暮らせるっていう、そういうのはすごくこっちに移住して感じましたね。117号線はほとんどというか、もう普段の道と変わらないぐらいの感覚で進むことができます。道もやっぱり広いっていうのがすごい安心感がありますね。こっちに移住してきて、最初に思ったのはこの家がみんなこう大体3階建てというか、1階がこうコンクリ打ちで車庫があってみたいな、で3階建てがすごい多いなっていう印象があったんですけど、それはやっぱりこういう雪国の中で車を外に置いてたら雪で埋もれてしまったりとか、そういうのもあったり、あとは高床にすることで普通はこう1階部分がもう雪で埋まってしまう。
まあ、ここはね豪雪地なんで普段から3メーター4メーターぐらいね積雪があるので、1階部分をまあ住居スペースにしてしまうと真っ暗になる可能性があるんですよね。まあそういうのもあって多分高床になってるのかなっていう側面もあるんじゃないかなと思います。今の交差点を右に行って、ここは国道252号線ですね、252、まあ、ここに入るともう調節パイプがなくなって、いつも通りのこの恐怖感がまた蘇ってくるという。普段はこの看板を過ぎたあたりの、まあ、ここから今右手に見える T 字路のところから右折して普段は行くんですけど、今日はまあ迂回というか国道117号線を通って、来ました。
ようと思ったらもう雪が降ってたっていう感じですね。今日は結構やっぱり越後山脈の方はだいぶ雪が深いのか、まあ、ニュースでも言いましたけど、まだこっちはそっちのこのすごい積雪と比べてみるとそうでもないのかなと、ちょっと怖いな。
道を片隅にしながら走ったりはしています。ただいろいろとやっぱり目の前のことを考えてると他のことが考えられなくなって、まあ、余裕がなくなって、まあ、焦るっていうのが、何か一つアクシデントが起こるともうたちまち何もできなくなるっていうのがこういう雪道の怖いところですね。なのでやっぱり坂道も滑ったりするとどうしてもやっぱりブレーキをとっさに踏んでしまうんですけど、ブレーキを踏むと余計滑ったりするんで、まあ、そういうのもやっぱりこう滑る前提でも予測しておかないと対処できないっていうのが、なかなかこういういろいろと鍛えられたような気がします。もう6年間、まあ、移住して6年目ですけど、その間の経験で、まあ、やっぱり最初の方は何度も滑ったりして、まあ、安全な範囲で滑るっていうのも必要なんかなと、まあ、滑るというかブレーキの感覚がどういう感覚なのかとか、いろいろと事前に知っておくっていうのも一ついいのかなと思います。本当に危険な時にブレーキしたら危ないんですけど、安全な形でまっすぐな道とか、その車が全然いない時にちょっとこうブレーキをポン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 踏んでみたりとか、まあ、そういう時の感覚っていうのがどんだけ危ないかっていうのがよくわかると思うんで、まあ、そういうのも安全な範囲で体験してみるのもいいのかなと思うんですけど、本当にいざとなって危ない時にブレーキ踏むと本当に滑って大変なことになるんで、よし到着しました。ちょっと今日は雲の隙間からちょっと太陽が見え始めて、明るい分雪に反射してすごい目が眩しいです。目がくらみますね。ふう、まあ、雪下ろしするには降ってない方が視界が開けていいんですが、9時頃になってまたどうなってるかっていうのがわからないので、まあとりあえず屋根の雪下ろし頑張りたいと思います。よし、あ、今日もあ、もう分校も雪下ろして、分校の屋根も雪下ろししていいぐらいの高さには積もってる気がします。あんまりこう残しておくと一回二段掘りぐらいしないといけない感じになるんで、少ないうちにやっぱり雪下ろしした方が楽です。今日は多田さんが、今日も多田さんがあの透雪機で綺麗に飛ばしてくれたんで、難なく玄関にたどり着きましたんで、以上になります。到着して10分ぐらいですが、時間あったので玄関を片付けたんですけども、まただいぶ本格的に雪が降ってきました。嫌です。